いやでも私、アスカに、もう最近、すごい感じることがあって、うんうん、私は改めて、斎藤アスカ推しだなって思ったの。え嘘だ絶対嘘だ絶対嘘だ、うん、なんで新曲のカップリングで、うん、なんだっけあらかじめ語られるロマンスあって、うん、私あれをリハーサルの時に、初めて振り、踊ってるところ見たんだけど、うん、もうめっちゃ可愛いと思って。嘘だ。本当、私あんまりね、人のリハーサルとか見ないの。うん。んそうだね。なんか自分のことで精一杯だから、うん、もう人の見てる暇あったら自分のやろうと思うんだけど、うん、もうその時ばかりは自分の、うん、とりあえず置いといて、ずっとアスカ見てた。本当に？うん。アスカ可愛いと思って。そう、なんかね、うん。そう、善悪でさ、やったじゃん。うんうん、あの時も、私普段善悪で他の人がステージやってる時は裏でなんか休んでるかストレッチしてるんだけど、うんうん、あの曲がかかった瞬間に、もう一番前にが見えるポジション陣取って、ずっとアスカこうやって見てた。本当に？うん。全然知らなかった。アスカさ、途中でさ、髪質も変わるでしょ。変わる。私最初さ、よく見てる。そう。最初さ、アスカさ、上手にいるんだよ。そう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 。で、私、下側のところに行って、下から見てて、あ、くそ見えないとか思って、よし、上行こうと思って、上行ったら、下行って、いいや、と思って。嬉しい。本当に？うん。嬉しい。ありがとう。なるほど。アイドルのことが、好きな人の気持ちはこういうことか。本当に？うん。嬉しい。やった。そう。アイドルとして、本当、推し。嘘、うん、やったー結構今喜んでる。本当に、うん、嬉しい。すごい、キューティーのこと褒めた時よりもなんかちょっと嬉しそう。うん、結構嬉しい。よかった。そう、私もね、ななみのことね、そんな、なんで急にプク顔したのちょっと可愛かった。可愛かった、今の。あのね、そう、ななみのことね。はいはい。人間性が好きなの。人間として好きなんだけど。いやいやいや。でも、なんかあんまりさ、ナナミとご飯行ったり、ナナミの家お泊まり行ったりって したことないじゃん、ないね。あんまり進んで、ナナミを誘わないのは、あんまり私が踏み込んでいいのかなって思っちゃうの、ちょっと。なんか、ナナミの人間性でアイドルをやってる姿に魅力を感じるの、私は。何深い。そう、だから、ちゃんと好きだよ、私。ありがとう。全然踏み込んで。いいの？ほんと？全然踏み込んで。じゃあ、お泊りしに行くね、今度。おいで。今、部屋綺麗だよ。あ、ほんと？うん。じゃあ、近々、行きます。待ってます。はい。